キム・ドンヒョンは、韓国の男性総合格闘家。水原市出身。武山チーム、MAD 所属。UFC 世界ウェルター級ランキング15位。柔道とブラジリアン柔術で鍛えられた、グラウンド技術と長身と長いリーチを生かした打撃を武器とする。竜飛都市大学校時代は、柔道部に所属。UFC やシュートを見たことをきっかけに2004年から、 総合格闘技の練習をはじめ、グラップリングやブラジリアン柔術の大会で優勝した。2006年5月24日、CMA フェスティバルに参戦し、谷村光鏡にチョークスリーパーで一本勝ち。ディープに参戦すると、久保田幸を安藤淳、小池秀信ら日本人選手から小勝ちを収めた。2007年4月8日、プライド34において、 リングサイドで試合を観戦し、閉幕セレモニーでリングに上がるなど、プライドライト級 g p への参戦が有力視されていたが、プライドの活動停止により話は立ち消えとなった。2007年7月23日、CMA フェスティバルに身のワイクヒサデビュー10周年、記念大会で前島幸春と対戦。開始11秒、左ストレートで小勝ち。日本のリングで、 対日本人相手に6連勝となった。翌7月24日の記者会見で、ディープウェルター級王者、長谷川秀彦との対戦をアピールし、大会直前の7月31日に長谷川との対戦が決定した。2007年8月5日、ディープ31インパクトで、長谷川秀彦とノンタイトルマッチで対戦。テイクダウンを許さず、スタンドで圧倒し、 3R 終了間際にジャーマンスープレックス君の投げからのマウントパンチの連打で TKO 勝ち。2007年10月9日、ディープ32インパクトで長谷川とディープウェルター級タイトルマッチで対戦し、0から1の判定ドローで王座獲得に失敗した。2008年5月24日、UFC 初参戦となった UFC84 で J ンタンと対戦。 序盤から一方的に攻め続け、3R 開始25秒払い腰からの顔面上の肘打ち連打で TKO 勝ち。9月6日、UFC88 でマット・ブラウンと対戦し、2から1の判定勝ち。2009年1月31日、UFC94 でカロ・パリジャンに1から2の判定負けを喫するも、後にパリジャンが禁止されている。 鎮痛剤を使用していたことが発覚し、ノーコンテストに最低変更となった。2009年7月11日、UFC100 で TJ グラントと対戦し、3から0の判定勝ち。11月14日には UFC105 でダン・ハーディーと対戦予定であったが、負傷により欠場となった。2010年5月29日、UFC114 で、 アミール・サダローと対戦し、3から0の判定勝ち。2011年1月1日、UFC125 で、ネイト・ディアスと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。UFC の連勝となった。2011年7月2日、UFC132 で、カーロス・コンディットと対戦し、飛び膝蹴りでダウンし、パウンドで TK を負け、キャリア初黒星となった。 2011年12月30日、UFC141 で、ショーン・ピアソンと対戦し、3から0の判定勝ち。2012年7月7日、UFC148 で、デミアン・マイアと対戦。マイアに倒された際に、脇腹の筋肉痙攣を起こし、TKO 負け。11月10日、マカオで開催された UFC オンフューエル t v 6で、パウロ・チアゴと対戦し、 判定勝ち。2013年3月3日、日本で開催された UFC On Fuel TV8 で、シアーバハドルザダと対戦。マウントポジションから挑発を行うなど、終始、バハドルザダを圧倒し、判定勝ち。10月9日、UFC Fight Night マイア・ビエス・シールズで、エリック・シューバと対戦し、ニア・ール・ KO 勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2014年3月1日、UFC ファイトナイト、キム VS、ハザワェで、ジョン・ハザワェと対戦し、回転肘打ちで小勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2014年8月23日、UFC ファイトナイト、ビスピン VS、レで、ウェルター級ランキング4位のタイロンウッドリーと対戦し、TKO 負け。2016年12月30日、 UFC207 でウェルター級ランキング12位のタレックサフィジーヌと対戦し2から1の判定勝ち。ありがとうございます。